にちは、黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、16ビートの上手な叩き方ということですね。16ビートって僕は3種類しかないというふうに思って、 ABC タイプですね、こういうタイプ、バストラがここシンコペーションしないタイプで、それに対してこうアプローチノートがついているタイプ、シンコペーション8部でシンコペーションするタイプ、それに対してこう次のアプローチノートがついてたり、このスニアに対してのバストラのアプローチノートがついてたりするタイプ、まあこういうやつですね。で C っていうのが16でシンコペーションするタイプ、まあこういうアプローチノートがついてるタイプ、この3つがすごく、非常に、まあ、全部分類するとこうなるっていうふうに考えてるんですね。でこれをまあ両手でチキチキ、もうダウンアップでできるテンポってのは限られてくるので、速くなってくると両手で叩きます。でその時はもうこうここにハイハット書いてありますが、ここのハイハットは省略して、ここはスネアだけにして叩きます。なので1番 A の1番の最初のやつは、せーの、ね、これに対してこの右側のこのアプローチノート、バストラがドドン、8部でもいいし、というふうなアプローチノートがついているタイプですね。このアプローチノートっていうのは何かと、次のバストラに向かうためのアプローチなので、今この A タイプのっていうのを使ってますが、 B タイプの8部のアプローチノート、こう不転の8部のシンコペーションするタイプみたいなアプローチが考えられて、これ合体させると、 AC 合体させると、せーの、BC 合体させると、まあというふうに、これは全部 A タイプっていうふうに僕は考えています。で今度はですね、シンコペーションした場合、このシンコペーションした場合、そうした場合はアプローチノートはここに入れます。なのでここは自由に入れてもらってもいいんですが、ベース的にはこの8部に対するところにドンドンドーンっていう風にベースラインが引きがちなので、そうするとこういうバストラのパターンが成り立つ。これは、長いのでここにアプローチするための音です。なので B はこれに対して、ここにアプローチノートがいっぱい入れてるやつが、こういう感じですね。で C タイプっていうのはこの16ビート、この16のここに、ジャンプする感じの音が入ってて、待てね、これね。でそこに対して、まあ、ここの同じようなアプローチの音が入って、っていう形の、ビートですね。まああとはもう本当にこの16のアプローチはスニアでやると、みたいないろいろこう変形はできるんですけど、基本はこの3種類って僕は思ってます。でこの C のタイプのここにアプローチノートいろいろ入れると、みたいな感じでいろいろアプローチノートで変形させていくことができるって感じですね。はい。でここで上手に叩くためには、今全部だいたいこうこういう風に叩いちゃいましたけど、ハイハットがこう棒読みになっちゃうと、すごくこうなんか本当棒読みの16ビートに聞こえちゃうんですよ。なので一番最初にやるのは、例えば、これにしましょうか。これだと、バスドラのタイミングにハイハットのアクセントを入れる。例えばパン、なんかこう歌ってる感じがするし、例えばバスドラ失敗しちゃってなくなっちゃったとしても、じゃあ基本のリズムは聞こえるじゃないですか。なので、これが最初は僕的にはすごくおすすめな、やり方ですね。例えば C のこっちの方とかも、この
バスドラのところに全部アクセント入れる。その方がバスドラのタイミングでアクセント入れてるから、上と足の関係が非常にこう揃いやすくなるので、最初はまず全部これはできるようにしていただきたいなと思います。その次に今度はハイハットがこうは別で進行してる感じ。頭にアクセントつけるだけで、さっきのこの B のこっちをやってみると、ができます。全部このやったリズムパターンをこのチキ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 でできるようにしましょうね。でそしたら次はどうなるかっていうと、今度は8分音符の裏側にアクセントがつくちくつくちく、これで手がこのままで、という感じで、まずその、3種類のパターンですね。この、バスドラのあるところにアクセント、頭にアクセント、ハチブラにアクセントっていうやつで、この 1,2,3,4,5,6 やってみて、でそれができたら今度それをやりながら、今度ここのアプローチノート、A に関してはここにもここにもアプローチノート入るんだけど、ここにアプローチノートをこう ABC もしくはA プラス C、B プラス C をつけて練習してもらうと、もうかなりいろんな感じのバリエーションが作れるかなというふうに思ってます。なのでこの16ビートの変化と16ビートを上手に叩く方法ですね。これは合わせ方に関してはまあいろいろやってるんですが、まあそちらの方は僕のコミュニティの方とかで教えたりしてるので、まあもし何かそういうの知りたいってことがあれば、メルマガの方でまあ問い合わせとかしてもらうといいかなと思います。なのでよかったらこういうお役立ち情報なんかもメルマガではやってますので、ぜひね、ぜひこの機会にメルマガ登録お願いします。今日の話が面白かったっていう方はぜひね、今のタイミングで高評価を押していただけたら嬉しいです。まめちゃんもめちゃくちゃ喜ぶと思います。というわけで、本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。持ってチキチキでチキ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 タカチキチキチキタカチキチキチキタカチキチキチキタチキチキタカチキチキチキタチキチキタカチキチキチキタ上手。